9月11日に投開票される県知事選挙。復帰50年という節目の年に誕生する県知事はどんな未来を描くのか。もう東京からコウノトリが運んでくる予算の経済ではもう沖縄は良くなる。政府に頼らず自らの力で沖縄を変えると豪語する下地幹雄。厳しい経済情勢、それを経済危機突破、政府との太いパイプで県経済の立て直しを訴える佐喜眞淳か。誰一人取り残さない沖縄らしい社会を作りたい。イデオロギーよりアイデンティティ。平和で誇りある豊かな沖縄の実現を目指す玉城デニーか。3人の政策を県民の生活に身近なテーマで見ていきましょう。給食費、医療費は全員が無償化を主張。一方、保育費は佐喜眞さん、下地さんの2人が無償化を訴えます。さらに下地さんは授業料を大学まで無償化、朝食制度の導入など独自路線が目立ちます。財源の確保やその手法について聞きました。教育税をやる、県民一人当たり1000円お願いする、まあ、累進制もあって所得の高い人には2000円お願いする仕組みを作りたいと思ってるんですけど、まあ、これで170億円ぐらいは財源出てくるし。教育政策におよそ500億円の予算を見込む下地さん。教育税の導入や予算を見直すことで財源を確保する見込みです。高校卒業した子どもと大学を出た子どもでは生涯年収がもう8000万ぐらい開いてますね。この環境を抜け出さないと本当の意味での沖縄の経済っていうか沖縄県の自立っていうのは難しいだろうねと。このほか学習塾や習い事の支援、県外への遠征費用補助などを掲げます。このため子育てにおける先導的なモデルとして子ども特区の認定を受けていきたいと思います。政府から必要な支援策を最大限引き出すことと。佐喜眞さんは県内のすべての子どもたちの保育費、医療費、給食費を無償化する子ども特区の創設を掲げ、日本一子育てしやすい環境整備をと訴えます。それはゆとりのある世帯が増えてくるだろうというような形で、日本一子育てしやすいという、まあ、経済的な問題を解決するということが一番のメインだと考えていただければありがたいかなと思います。そこに対してこう財源とかっていうのはどのようなイメージをされますか。子ども特区という形で政府の中でちゃんとした交渉あるいは話し合いをしてその認定を受けていきたいと。このほか高校生の通学バスの無料化、子ども食堂や無料塾の支援を掲げています。中学卒業まで通院費の無料化を図ることができました。県の単独の一般会計予算でですね、実現できることを目指していきたいと思いますし。玉木さんは中学生までの医療費無償化や低所得世帯への通学費無償化など県政運営で積み上げてきた実績をアピール。次の4年でさらなる拡充を訴えます。実は小学校中学校一気に給食を無償化すると62億円かかるんです。しっかりとその分析をして小学生中学生どこから先にその給食費の無償化を実現した方がいいのか。給食費無償化の対象範囲は不透明ながらも18歳未満まで医療費無償化や奨学金返済に苦しむ若者への支援なども掲げています。県民税を下げる、それで県が音頭を取って市民税も下げる。税率の引き下げや水道料金の値下げ、電気料金見直しの要請などで物価高への対策を図る下地さん。この政策には自主財源と県債を新たに発行し
予算を確保します。県知事が判断して借金しててもいいからこのサポートしていくと、国には頼れないと分かったらギリギリまで発行するのが政治判断じゃない。仮に 40% を発行した場合、額としてはどのくらいになるんですか。1兆円近くになるんじゃないですかね。国に頼らず県経済の立て直しを狙います。物価高騰に悩む県民のために地方創生臨時交付金というものを、それなりの額を、それをやっぱり政治的にですね、やっぱりしっかりと政府の方に求めていきたいと思っています。政府との交渉力を強みに物価高への対策を図る佐喜眞さん、生活者目線ではどう変わるのでしょうか。創生臨時交付金ですけども、そういうものをあてがいながらやっぱり値段の方を軽減するような形になると思いますので、そこはそれなり の効果があると思います。物流というものが一番重要だと思いますので、そういうことに多分しっかりと支援をしていきたいと思っています。このほかコロナ禍で苦境に立たされる観光産業を中心に、一括交付金などを活用した1000億円規模の経済対策を行い、観光立県沖縄の復活を見据えます。そういう運送業者に対しては運行継続を支援するための経費を、この高騰分にかかる分の支援を支給すると。国の地方創生臨時交付金を使い、物流業界への支給や今支援を必要としている生活困窮者などを中心に現在進行形で対策を講じています。県経済の立て直しに関しこんな質問を投げかけてみました。政府と対立する候補ではなかなかこう県経済が向上しないんじゃないかと思っている有権者もいると思うんですけど、その時の為政者に権力があるから予算が増える減るということは、私はそういうことはないと思いますし、またそういうような間違った予算計上や執行の仕組みがあっては絶対にいけないと思うんですね。県民の暮らしを守り、県経済をどう発展させていくのか、有権者はその舵取りを誰に委ねるのでしょうか。